アンブロシアーの銀行は、イタリアに存在した銀行。現在、事業再編を経て、インテーザ・サンパウローの一部である。1896年に、ミラノで設立された。その後バンカナツ強ナ・アレデル・ラボーロの子会社となり、カトリック教徒の首都ザ・バチカンの資金調達と管理を、行う、宗教事業協会の資金調達と、資産運用を行う、主力業となった。 リーチオジェッリとジュリオ・アンドレオッティ首相、ロベルト・カルビ・トードリ1975年に、トードリに就任したロベルト・カルビと、サルバトー・オレリーナやビト・ジェノベーゼなどのイタリア、アメリカの両国のマフィアとの関係が深く、自らもマフィア関係者と目されていた、ミラノのプライベートバンクのトードリであるミケーレ・シンドーナ、そしてバチカン銀行総裁で、アメリカのシカゴ出身のポール・マルチンクス、 広塚ツカらがアンブロシアの銀行からバチカン銀行を通じてマフィア絡みのマネーロンダリングや不正融資を行っていたことから1978年8月に法王に就任したヨハネ・パウロ・一世はバチカン銀行の改革を表明していた。しかしヨハネ・パウロ・一世が法王就任後わずか33日で成去したため バチカン銀行の改革と自らの追放を恐れたマルチンクス大司教がヨハネ・パウロ一世を暗殺したのではないかと噂された。なお、マルチンクス大司教はアメリカ在住時からフリーメイソンのロッチピーニの会長でイタリアの極右政党や CIA、さらにアルゼンチンのファンペロン大統領などとの関係が深かったリリチオ・ジェッリ会長や ドーロッジのメンバーでもあった振動ナやカルビト踊り、そして、マフィア関係者との不明朗な関係が噂されていた。実際に、ヨハネ・パウロ・一世の死後もバチカン銀行と同行の関係は変わらず続き、その結果同行は1982年に10から15億アメリカドルに上ると言われる、首都不明金を抱え破綻した。しかも、カルビト踊りが破綻直後に、 逃亡先のイギリスのロンドンで暗殺されたため、イタリアの政財界を巻き込む大スキャンダルとなった。なお、この事件に先立つ1979年には、バチカン銀行とアンブロシアの銀行の関係と、その投資内容を調査していたイタリア警察の金融犯罪担当調査官のジョルジョ・アンブロゾーリが、自宅前で銃撃され暗殺されているほか、カルビが殺された。 同月の1982年6月には、アンブロシアの銀行の歴代頭取の秘書を、務めていた、グラツィエラ・コロケルも、当真自殺したとされる。また、その後の1986年3月21日には、アンブロゾーリ調査官の暗殺をマフィアに依頼したとして、逮捕、投獄されていたシンドーナが、イタリアの刑務所内で、服毒自殺したが、他殺が疑われているなど、 両校にまつわる不可解な暗殺事件が多発した。なお、カルビ暗殺事件は、ロッジピーに乗り一応ジェッリ代表やマフィアの関与によるものと見られているが、事件後四半世紀経った現在も解決に至っていない。なお、1982年の同行発端後に、新ン,ンブロシアの銀行が設立されたものの、その後のバチカン銀行の資金調達と資産運用は、 ロスチャイルド銀行とハンブローズ銀行などの他行に移された。翌年5月5日付でセデルのジェラール・ソワソンが残した資料によるとアンブロシアーノ銀行はセデルに匿名口座の開設を要求している。イタリア銀行が序盤にバゾリに白羽の矢を立てアンブロシアーノを再建。 1989年にバンカコトリカ出るベネトと合併させアンブロジャーノベネト銀行に統合した。1998年にアンブロジャーノベネト銀行はキャロプロと合併インテーザ銀行となった。2004年、同行はカナダ部門を HSBC に売却する一方、トルコのギャランティ銀行を参加に収めた。2007年に 同産信用金庫の一部と合併、インテーザ・サンパオロとなった。2009年11月と2010年9月の2度に、渡り、バチカン銀行とエットオレゴ・ティテデスキ総裁が主要、取引業の一つのクレーディト・アルティジャーの銀行を、返した、マネーロンダリングを行ったとの報告を受けた、イタリアの司法当局が捜査を行い、捜査の過程で2300万ユーロの資産が、 押収されている。エルネストバックスデュニロベール。マネーロンダリングの代理人が暴かれた巨大。決済会社の暗部特間書店2002年。P74。AB バンカインテサ SPA ヒストリー。インターナショナルディレクトリオブカンパニーヒストリーズ。ボリューム65。ストリート。ジェームズ・プレス。2004. バチカン銀行の資金押収 闇の解明なるか MSN3K2010 年9月22日、医師法当局が、捜査開始2010年9月22日。ありがとうございます。